こんにちは。今回は美味しいカレーを食べ歩きしていきたいと思います。カレー食べ歩き1軒目は安くて美味しいカレー屋があるよと聞いて、前から気になっていた中区袋町にある創業41年のカレーの店東急に行きました。視聴者さんの中にはここ何度も行ったことあるよって方多いかと思います。値段が若干変わっているかもしれないので紹介します。午後5時までのランチカレーがお得で、このご時世にこの価格設定はお財布に優しいですね。しかもカレーを注文するとドリンクが割引になり、350円追加でお好きなカレーに飲み物とサラダがつき、プラス380円で中ジョッキとサラダがついてランチのコスパ最強。外国人のお客さんも来店されるようです。トッピングの種類豊富でカレーと組み合わせて注文する形で、辛さの指定もでき、ルーやご飯の量も選べます。何より通し営業なのはありがたい。場所はおしゃれな店が立ち並ぶ並木通りにあり、平和大通りに向かって右手の餃子屋龍の隣です。目立たない雑居ビルの2階に伸びるカレー色した階段の壁には、学生さんが作ったという手書きのポスターやオリジナルキャラのイラストがあちこち飾られとってね。その中にユニークな文言を発見。そりゃめくってしまいますよね。あら、こんなん言われたら他店に浮気できんようになりそう。秘密基地のごとき怪しげな空気を通り抜けると、まるで小劇場のような演出を醸し出す店に到着。そんな入り口の引き戸と押し戸を間違えつつ恐る恐るドアを開けると、店内は横長の作りで年季の入った昭和感あふれるレトロな雰囲気。お冷やのグラスがかわちい。ランチカレーの親子カレーと他人カレー、どちらがおすすめでしょうか？どちらかという女性は多いものが多いですけど、と聞いたにもかかわらず、他人カレー、はい、でトッピングにナス、ランチセット、はい、ランチセットの飲み物がラッシーでサラダ付きでお願いします。まずサラダが到着。間髪入れずカレーライスとラッシーが運ばれてきました。他人カレーはどでかい皿にルーが薄く広く盛られて、昭和スタイルの真っ赤な福神漬けが目を引きます。彩り豊かなサフランライスに衣がしっかりついたビーフカツが6切れ乗って、輪切りにカットされたゆで卵とナスがゴロゴロと入って、カレーにもサラダがちょこんと添えられ、具材たっぷりで信号機みたいなビジュアル。ルーはサラサラ系とは真逆の粘度の強いドロッとしたタイプで、ご飯に絡めて食べてみるとスパイスの辛さの中にほのかな酸味と甘みがマッチした、なんとも言えん独特な奥深い味わい。食べ進めるうちにだんだんとハマり、やみつきになるわ。ビーフカツはどんな味かな？本格的ではなくチープなカツだが、カリッと揚げられ細かく切ってあるので食べやすい。あ、わかった。ゆで卵と親子ならチキンカツだが、ビーフカツじゃけん他人ってことか。トッピングしたナスはルーとよく馴染んでしんなりとして、カレーとの相性抜群。ラッシーは甘くてさっぱりしてスパイシーなカレーのお供にぴったり。印象深く面白いカレーだが、人間と同じで好き嫌いが分かれそう。にしても独特なスパイスの滑らかな風味とよく効いた酸味が癖になる味わい。その中毒性はまるで恋人とデートした後もしばらくは余韻が続き、すぐにでもまた会いたいと思ってしまうかのよう。心を虜にして話さんものの正体は一体なんじゃろう。もしかしてその隠し味は店の
名前に使われとる桃だったり、こんな風に特技の妄想を膨らませながらスパイスカレーをガツガツと食らっていけば、気づくとあっという間に完食です。カレーの店東急でビーフカツとゆで卵が乗った他人カレーいただきました。ごちそうさまです。カレーは甘くも辛くもなく癖になる奥深い味わいでした。350円追加でドリンクとサラダがついて、コスパ最強だなって思いました。量に関してはやっぱ大盛り頼めよかったなって思いました。カレー食べ歩き2軒目は廿日市市久志戸にある創業41年の知る人ぞ知る町中華の名店、中華料理トントン亭に行きました。全体的にリーズナブルな価格設定で、お客さんのほとんどが麺類や定食よりも丼物を頼まれていました。ってことで目的は名物のカツカレー丼を食べること。お店の場所が初めてだと少し分かりにくく、廿日市のエディオンや廿日市市役所の近くで、宮島街道の脇道からちょっと入った住宅街の中にあります。駐車場は店の斜め向かいにあり、4台ほど止めれます。中は人多いかな。店内はカープのポスターだらけで、テーブル2席とカウンターのこじんまりした味わいのある雰囲気。待つこと5分で看板メニューのカツカレー丼が着丼。とろっとしたカレーあんがこんもりかかって湯気が出て美味しそう。料理にはスープがついてきます。シューマイも揃ったところでいただきます。玉ねぎ、人参、青ネギ、豚肉と具沢山。美味しい。辛さ控えめでパンチはないが、カレーよりも和のテイストが強く、あっさりした甘めの優しい味付けで食べやすい。あんかけの溶き卵がザ中華風カレーって感じ。中華の甘みや香ばしさとカレーの味が合わさってバランス最高。薄切りだが大きなカツの肉と衣が分離して、ザクッとした衣がカレーあんでしなっとふやけるのも、味に奥行きが出てさらにご飯が進みます。麺類も期待できそうなスープ、シューマイを口にすればジュワッと溢れ出すジューシーな肉汁、ねっとりした食感で割と好みかも。カツカレー丼の中華風あんかけを見ていると、サンモール地下の蓬莱や千田町の一味で食べた天津飯を思い出す。ともあれこんなにボリュームあるのに700円はお得ですね。最初から最後まで熱々のあんとご飯とカツの三位一体を楽しめて、満足度の高い一品でした。ごちそうさまです。最後におまけで、中区上り町にある去年9月にリニューアルオープンしたカレーとパンのお店、広島カレーパン研究所に行ってみました。パンの大瀬戸さんが出したカレーパン専門店です。場所は金山町伝定そばの広島松田ビルを入ってすぐのお好み焼き発祥の向かいです。専門店ならカレーパンだけかと思いきや、他にもいろいろなパンが並んでいて、カレーライスもあるとか、スポーツジムに行く前の朝ごはん何にしようかな。そう、イートインスペースもあって、いつもは公園か外のテラス席で食べるけど、涼しいところでいただけました。やはりカレーパンのレパートリーが多く、好みのオリジナルパンを見つけるのも楽しい。このカキカレーパンで認知度が爆上がりしたらしいです。今週の一押し、スパイシードライカレーパンとキーマカレーパンを購入し、紙袋には冷えてもサクサクとあったがレンジで10秒温めました。粗挽き肉ゴロゴロキーマカレーパンは後味に生地の甘みが広がり、ゴロゴロ入った粗挽き肉の旨みたっぷりでスパイシーな仕上がり、生地の食感とカレーとの相性抜群でマジで美味しかったです。次はスパイシードライカレーパン。先ほどのキーマカレーパンより丸っこい、ピリ辛でコクがあってスパイスの効いた大人な味って感じ。具材や生地にこだわりを感じます。この度はスパイスカレーとカツカレー丼とカレーパンというカレー尽くしを堪能できて、がっ
つりスタミナつきました。これからスポーツジムに行って摂取カロリーを頑張って消費してきます。今回のカレー食べ歩きにおいて、中区並木通りにあるカレーの店東急と、廿日市市串戸にある中華料理トントン亭を紹介してきました。これからもいろいろなグルメ情報をお届けしていくので、チャンネル登録がまだの方は見逃さないよう、今のうちに登録よろしくお願いいたします。気軽にコメントもじゃんじゃん待ってます。最後までご視聴どうもありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。